トム・クローさんのインタビューです。テーマ、うまくいくこともうまくいかないことも必然なのかということについてお願いいたします。全ては必然、うまくいくこともいかないことも。なぜならば自分の魂が選んできたシナリオだから。それを味わう、いいことも悪いことも味わうためにいる。だから例えば悪いことが起きました、自分の身に、それは自分の魂がこれは乗り越えられるものだよ、あなただったら乗り越えられるものだよとかね、そういったものを味わうため、成長する、魂が輝く材料がそこにあるから、それを味わうために起こるべきして起こる。だから全ては必然、いいことも悪いことも。自我がある時にはいいこと悪いことっていう判断ジャッジをしてしまう。それは自我の世界、だけど魂はそんなこと関係ない、いいこと悪いこと善悪、そういったものジャッジっていうものがない。ただ味わう、ただそれだけ。ありがとうございます。